こんばんは。いつもチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。この度チャンネル登録者数がなんと800人を突破しました。ありがとうございます。これもひとえに皆様のおかげです。いつも本当にありがとうございます。ちょっとね、今までの動画で、嫁がご飯を作らないという動画をアップしたことによって、非常にこうコメントを多くご意見、寄せていただいてます。本当にね、頑張ってねとか、応援してるよみたいな、励ましのコメントもあれば、前段を全く見てないのか、見たとしても、腑に落ちないのか、いや、お前が作れと、もっとやれというようなご意見もいただいてました。それは私も重々承知しております。なんとか、もっと家事をですね、しっかりとこなして、育児にしっかりと向き合っていきたいなと思っております。と言ってもね、やっぱりこう、皆さんには分かってほしいのは、今日もね、当たり前なんですけど、5時前に起きて、子供、今日大会だったんで、お弁当作って、朝ごはん作って、子供起こして、6時半に子供をね、送り出して、ちょっと申し訳ないんですけど、そこから1時間ほど寝て、準備して、子供の応援行って、で、ちょっと米がね、なかったんで、米買って帰ってきて、先ほどね、で、掃除機かけて、床拭いて、洗濯たたんで、今洗濯回してます。もう少ししたら終わるんで、干します。で、これが普通に、朝早い以外は、弁当作る以外は、私の休みの日のね、ルーティンです。これをやって、ようやくこう自分の好きなことができるっていうような状況です。で、なんかコメントにも、300本ぐらい動画上げて、そんな動画上げる暇あったんだったら家事やれみたいなことがあったんですけど、やってます。それやった上で、YouTube さんのお力を得て、あ、いや、YouTube さんの場を借りて、自分の発信したいことを発信してます。お弁当だったり、ご飯を作ってる動画だったり。ね、正直こう、自分はこの YouTube やり始めて、本当にこう、生活が楽しくなりました。くだらないことでも誰かの目に触れることは、できるようになったし、本当にやってよかったなと思います。ただその反対に、やはりこう、人がやることに関して、いろんな意見があるのは承知しておりますが、あまりにもこう、ひどいこう言いようだったり、内容を見ないでコメントしてきたりっていう方もいらっしゃ、一定数ね、やっぱりいらっしゃる。それは重々も承知の上で挙げてたんで、なんとも思わないですけども、ただやっぱり自分もこう一方的にこう妻の、不満ばかりを述べたっていうのも、これは一点反省の要素があるのかなと思っております。ただやっぱり、前段ちょっと述べさせていただいた通り、私は家事をやってます。育児もやってます。妻には何も協力してもらってません。子供の育児に関しては。でもちょっとはあります。下着を、変な話ですけど、衣料品店に行って、下着、汚くない？洗濯してるって、すごい汚いよね。あら、あのか、ちょっと古くなったらもう買おうぜとか、服買いに行く？可愛い服買いに行くか？そういったこう、身なりのファッションとかも、一緒にこう、考えて、子供にこう、提案したりしてやってます。クリーム会もやってもらったことはないです。一回はあるかな。一回あるかな。学校の役員も今やってますけど、私が全部行ってます。一回ちょっと休んじゃったんですけど、ちょっとね、今会社の方でもバタバタ、お店の方、お店というか、自分の働いてる職場でもバタバタしてて、こう人の入れ替えあったりとか、病気になってる方いらっしゃってね、バタバタしてるんですけど、それでもやっぱり皆さんの、職場の皆さんのね、協力を得て、育児、部活の応援だったりね、学校の役員だったりこなしてます。
まあ別にそれが何だっていう話です。でもそれをやった上で、同じね、やった上で批判されてる方はいいですよ。いいですけど、やったこともない人が、ああだこうだっていうのは僕は数字が違うと思うので、そこはちょっとやっぱりコメントする前に一度考えてほしいかなと。ただね、まあ別にコメントする、しないっていうのも自由なんで、ちょっと話はそれますけど、私がこのね、なんかのコメントでもあったんですけど、そんな YouTube 投稿してる暇あったら家事やれよとか、育児やれよみたいな投稿が、コメントがあったんですけど、それをやった上でやってますし、YouTube を投稿する自由も、投稿しない自由も私が選択して、選択した上で YouTube にね、動画をアップさせていただいてます。なので皆さんもコメントする自由も、コメントしない自由もありますので、あ、そこは何とも言いませんが、やっぱりね、あまり心ないこうコメントっていうのはあまり見てる方も気分がよろしくないですし、確かにこう自分としてはこう全てが全て伝えれてたわけではないので、まあ、反省する余地もあったのかなとは思うんですけど、まあそれにね、別に全て、妻の全てをですね、否定するわけではないです。非常に大変だって、仕事も大変だっていうのも分かってます。ただやっぱりこう普段の積み重ねっていうのもあるんで、どこの家庭もあると思うんですけど、そういったところでちょっと申し訳ないんですけども、こう不満を動画上で吐露してしまったのが、ちょっとまあ何らかのアルゴリズムに引っかかってですね、 YouTube で皆様の目に触れて、まあ、こういった今現状状況になっているというところです。まあ、私もこうちょっとこれにねめげずに、なんとかしっかりと家庭の方も、育児の方も、そしてこの YouTube もね、頑張っていきたいと思っておりますので、よろしければ皆さん、より一層応援いただければ幸いです。でね、5時過ぎましたんで、ちょっと一杯いただきます。東京クラフト。実はちょっとさっき開けちゃってですね、あっと思って、飲むのやめてました。泡もきめ細かいです。いただきます。ということでね、もうさっき筋トレしたばっかなのに、こうアルコールでこうぶっ壊してるっていう、まあ、よくない。これもね、多分批判のコメントが来ると思います。それは真摯に受け止めます。ということで、本当に皆様のおかげで、YouTube やって半年ですかね、チャンネルも800人を、突破しました。本当に皆様のおかげです。これからもよろしくお願いします。わかりました、ね。よろしくお願いします。それでは、バイバイ。あ、そう、あと、なんか、おすすめの動画編集アプリあれば教えていただければ幸いです。小生ですね、もう40近い、39のクソジジイでございます。子供におすすめの動画編集アプリを聞いたんですけども、開いて速攻閉じました。難しい。ジジイでもできるものを教えていただければ、コメントいいですね。どこかな、この辺かな、下のコメントに。コメントでですね、これいいよ、あれいいよって教えていただければ本当にありがたいです。あと、チャンネル登録も、見ていただいた方いましたら、今日見ていただいた方いましたら、お願いします。それでは、本当に。